では、次の講演に移らせていただきます。本日、最後の講演となります。次の講演は、資産運用会社の創業から事業拡大までの諸課題をテーマに、日本資産運用基盤グループ、大原様にご講演をいただきます。それでは、大原様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。日本資産運用基盤の大原でございます。では、本日ですね、資産運用、すみません。ちょっとじゃあ、私の方で投影をさせてください。はい。本日ですね、こちら今投影しております、資産運用会社の創業から事業拡大までの諸課題ということで、独立創業を考えられている皆様に最初にお伝えしたいことと題して、お話をさせていただければと思います。20分ちょっとの短い時間ですけれども、よろしくお願いいたします。で、まず私の自己紹介からなんですけれども、弊社日本資産運用基盤グループという会社はですね、4年ほど前に立ち上げたばかりの会社ではございますけれども、いろんな金融機関さんの資産運用関連のビジネスの立ち上げであるとか、運営を裏側でお手伝いさせていただくという会社でございます。で、もちろんその中にはですね、今日お聞きの皆様のように、資産運用会社、投資運用業、もしくは投資助言代理業を初めて立ち上げられる会社様の、お手伝いをさせていただくというのも含まれております。で、私自身ですね、実は、ここにちょっと経歴を紹介させていただいたんですけれども、もともと日系の資産運用会社出身でございまして、この赤点線の枠に書かせていただいているんですけども、ロンドンに駐在していた時にですね、自ら自分の資産運用会社を立ち上げたいという思いを持って、マネックスであるとかクレディセゾンというような金融機関さんからご出資をいただいてですね、投資運用業をですね、投資一任と投資信託のライセンスを登録して、その資産運用会社の社長をしておりました。で、当時2014年ぐらいですね、先ほどご講演されておりましたサポート行政書士法人の増野先生にもいろいろとご相談をさせていただいてですね、ライセンスの取得を行ったりしました。で、後でもお話しするんですけども、ライセンスの取得も、あるんですけれども、それ以外にも資産運用会社の経営であるとか、事業の拡大においては、様々な困難がございます。で、そういった経験をもとにですね、資産運用会社、資産運用ビジネスを、効率よく立ち上げて、成長させるための裏側の、支援プラットフォームを立ち上げたいという思いからですね、ちょうど4年ほど前、2018年に日本資産運用基盤という会社を立ち上げたのが経緯でございます。なので今日はそういった経験も踏まえてですね、お話をさせていただければと思っております。これはうちのサービスで、いろんな金融機関さんのご支援をしているというものですね。で、とは言いながらもですね、実は先ほど、増野先生の非常に内容の濃いお話を聞いた後で、私、非常にシンプルで申し訳ないんですけども、今日一番お伝えしたいポイントは、このスライド一つに尽きてしまうんですね。で、何かというと、今日ご参加されている皆様もそうだと思うんですけども、これからの資産運用会社を立ち上げたいとか、そういったことを考えられた時にですね、まず頭に思い浮かぶ一番最初の分かりやすいハードル、困難はですね、まさに先ほどお話お聞きになっていた通り、金融商品取引業のライセンスの登録だと思うんですね。で、それがもうやっぱり非常にハードルが高いというのは、おっしゃる通りなんですけれども、実はですね、このスライドで表現している左から右の矢羽で何を表現しているかというとですね、資産運用会社をゼロから立ち上げて、大きくしていくまでの流れを、ちょっと時系列をですね、矢羽で表現をしたものなんですけれども、ちょっと矛盾したことをお話しするかもしれませんけれども、実はですね、金融商品取引業のライセンスは、あくまでも認可とかではなくてですね、登録ですので、法律に定められた登録要件をしっかりと満たした上で、申請書類を整えて出せばですね、登録できるんですね。これは表現はなかなか難しいんですけども、事務作業のようなところもあります。なので、何が言いたいかというと、
ゼロから立ち上げて大きくするまでの中で、実はこの3番目の金融商品取引業の登録というのはですね、実はフェーズとしては一番難しくないところでもあるんですね。しっかりと必要な要件を整えて、まあお金もそうですし、人もそうなんですけども、それを整えさえすれば取れなくはないということでございます。で、それ以上に今日お伝えしたいのはですね、何がやっぱり一番難しいかというと、この右側の赤点線のところなんですね。立ち上げて、で、結局資産運用会社というのは多くの場合はですね、預かり残高の規模に応じて、お客様投資家からフィーを頂戴しますので、どん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 預かり残高が10億、100億、1000億と増えていけばいくほどビジネスとして成功することになります。実は、この大きくするというのが一番難しいんですね。ただ、私も、実は7年、8年前ぐらいそうだったんですけども、ライセンスの取得が一番難しくて、一番ハードルが高い。だからそれをなんとかこなしたいと思うとですね、どうなるかというと、やっぱり投資運用業よりも投資助言業の方が登録要件が軽いので、まあ、一言で簡単なんですね。そうするとまず多くの方がですね、本当は、こうこうこういうサービス、こういうビジネスがしたいんだけども、ライセンスの登録がなければ何もできないから、とりあえず、もう楽なのがいいと。だから助言であるとかですね。そういう例えば適格投資家向け投資運用業、プロ向け投資運用業とかですね。ライセンスを簡単な方、簡単な方でまず取って、取ってから何か始めようということを考えられるんですね。そうすると、取ったはいいけれども、実際にじゃあビジネススタートをしようとすると、自分たちがやりたい運用商品、運用サービスを作れないライセンスだったりですね。例えば、個人のお客様に投資信託を蘇生して作りたいのに、投資助言業を取ってしまったら何もできないんです。で、投資助言を個人のお客様に提供して、フィーを頂戴するというのはもう、非常にハードルが高いものでございます。なかなかスケールもしにくい。だからライセンスを取った後で、自分たちのビジネスサービスができないことに気づくというのがですね、これお聞きの皆さん、そんなバカなことはありえないって思われる方多いんですけども、結構多いんです、ね。本当にまず皆さん、何か自分の運用会社を立ち上げたいって思うと、この真ん中の3つ目の矢羽が一番のハードルであるっていうふうにゴール設定をおっしゃいますので、それが一番もったいないんですね。で、そこからライセンスを取り直すとかですね、変更登録をするとか、もちろん不可能ではないんですけども、やっぱりなかなかハードルが高いです。そして何よりもですね、難しいのが、それ以前に調達をしている、この2番目の矢張のところですね。人、金、箱。まあ、人と金のところですね、特に。例えば投資助言業をやると言って、仲間を声かけて誘ってライセンス取りました。でも、実際には投資運用業を取らなきゃいけない。そうすると、この誘った人を待たせなきゃいけないですし、そもそも初めて言ってた話と違うじゃないかということになるんですね。で、そもそも、あとはゼロから立ち上げようとするとお金がかかります。で、そのお金はもちろん自分の貯金、預貯金で対応できるとか、まあ、そういうので対応できればいいんですけれども、私もそうだったように、エクイティで調達をしてビジネスを始めようとするとですね、いきなりその計画がライセンス登録完了後に変わっちゃうこともあるんですね。そうすると、じゃあ追加でやっぱりお金が足りないので、投資助言をするつもりだったんだけど、投資運用業をしなきゃいけないので、純資産要件の5000万満たすために、追加でご出資くださいとか言うと、投資家は、まあ投資家って、会社の投資家はそういうの対応してくれませんので、急な展開というのは無理なんですね。そうすると何が言いたいかっていうと、実は、この右側の事業成長もそう、見越した上で、一番最初に自分はどんな資産運用サービス、したいのか、その資産運用サービスをするためにはどんなスキームでやらなきゃいけないのか、どんなライセンスでやらなきゃいけないのか、で、どういう仕掛けでビジネスを伸ばしていくのか、例えばこれを直販、自分たちでサイトを作って直販するんであれば2種ライセンスが必要ですし、もう外部の金融機関に販売を委託するような投資信託の設定運用するんであればそれは必要ない。そういうふうに、どんなサービス、ビジネスをしたいのかという事業計画を策定した上で、スキームを設計する。で、そのスキームを設計した上で初めてライセンスの種類が決まって、
そこでどんな人がいるのか、どれぐらいのお金を集める必要があるのか、どんなオフィスを借りなければいけないのかというところが必要になってくるんです。で、意外とここら辺をおろそかにしたまま走り出しちゃって、後で身動きが取れないという相談者の方は多いです。実は私自身もそうだったんですね。まあ、途中で気づいたから軌道修正ができたんですけれども、そういうことがあるので、まず一番最初にどんなスキームでやりたいのかっていうのをお考えいただいて、であとは最近は弊社もそうですけれども、いろんな支援をする金融機関が増えています。なので、例えば投資信託の設定をしたりとか、投資運用のサービスを提供したいんだけれども、実際には自分たちは助言、ライセンスを取って助言をその金融機関さんと連携して商品を組成するとかいうスキームも可能になってきてるんですね。なのですごくもうやりたいと思うとですね、もう関東財務局、財務事務所に連絡してすぐにアプライの準備に入りたいという方は多いんですけども、まず、この一つ目の一番最初の左側の矢羽のところをしっかりと時間をかけてですね、情報収集をして事業モデル、サービスモデルの設計をしないと、後で痛い目に遭うんです。なので、まあ、ここに、その矢場の下にですね、運用会社が直面する困難、課題とか、東京都による主なサポートでも書かせていただいていますけれども、今、いろんな、情報を得る手段はありますので、先ほど、増野先生であるとか、私のお話のように、一般的な情報収集もした上で、何が言いたいかというと、個別の勉強会であるとか、相談会も、かなり提供されているんですね。この5スライド目何書いているかというと、支援サービス例です。一番最初の入り口で事業案の検討というところで、ここを丁寧にやらなければいけない。で、まあ、よく思い浮かぶのは弁護士であるとか、そういった先生にお願いして事業スキーム、法律的な問題があるかないかとか、いうのも相談される方多いんですけど、お金がかかるんですね。なので、今回東京独立開業道場が、提供するのは、こういったセミナーもあるんですけれども、この後の個別の Q&A セッションもありますし、そもそもそれ以外に、ご希望される方にはですね、専門家、専門事業者の方との個別の相談会というのも、昨年度から用意されていますので、そういうのに申し込んでいただいてですね、自分とか自分たちはこういうサービスがしたいんだと。こういうサービスであれば、どんなスキームが考えられるのか。なるべくライトにスキーム設計をするのでは、どんなスキームが考えられるのかっていうのを丁寧に設計する。その上で、どういうライセンスが必要なのかを確定する。そして、そのライセンスの取得のため、また、その先にある事業の発展のためには、どんなリソースを調達しなければいけないのかというロードマップを描いた上で、準備を進めればですね、もうこの3つ目の金商業の登録というのは、おのずと要件が整っている状況でアプライすることになりますので、大きなハードルではなりません。何よりもそのライセンスが終わった後、投資顧問業協会であるとか投資信託協会に加盟した後に事業をスタートするときに準備が万端ですので、しっかりと事業を成長する、させることに集中できるんですね。なので焦らずに第一段階の事業情報収集、スキームの設計というのを力を入れられて、今日ご参加いただいている皆さんには独立開業道場が提供される個別相談会も活用されるというのを私はお勧めしたいと思っています。で、あとはですね、まあ、2つ目の矢羽のところで、じゃあ事業リソースですね、システムであるとかオフィスであるとかオフィスの家具とか人材、特にコンプライアンス人材ですね、もちろん身の回りに資産運用会社を辞めたがっているコンプライアンスの経験豊かな人がいて、その人がもう安い給料でもいいから手伝ってあげるよというラッキーな人がいればいいんですけども、なかなかそういう人いないと思うんです。そうすると、やっぱり人材紹介会社に相談をして、そういった人を紹介していただくというのが必要になります。そういう様々なリソースの調達において、例えば弊社で言うと、いろんなリソースの提供をさせていただいてます。で、私たち以外にもですね、もちろん人材紹介会社もあれば、システム会社さんもあるし、先ほど、まあ、お話しされていたサポート行政書士法人さんとかのライセンス、登録のサポートもあります。そういったところですね、こちらの個別相談会でご相談をいただければ、あ、こういうリソースの調達だと、こういうところで、お手伝いいただけますよとか、そういったアドバイスに
お聞きできると思いますし、最近だと東京都からですね、こういったサービスを利用する際に必要になる費用に対して一部補助ということも使えるように聞いておりますので、そのあたりも相談いただくのがいいんじゃないかなというふうに思っています。であと、まあ、これは個別の話になるんですけれども、例えば弊社でさせていただいているのは、投資信託委託業の会社さん向けにですね、投資信託の、まあ、設定とか運用は日本の場合特にですね、投資助言とか投資一任とは違って、まあ、専用のシステムですね、野村総研さんとか大和総研さんとか XNET さんが提供するような専用のシステムを、まあ、安くはない費用をかけて購入して利用する必要がありますし、実際にコンプライアンス人材だけじゃなくて金融事務、投信経理とかディスクローとかドキュメントの人材を複数名雇わなければいけないという、まあ非常に重い状況にあるんですね。そういったところに対して、例えば弊社であれば、みずほ信託と大和総研さんと連携して、裏側のシステムとか、業務のアウトソーシングサービスというのをさせていただきます。こちらは東京都の補助事業受託者認定もいただいてますので、私たちのサービスを利用いただくと、一部補助金も使っていただくことが可能です。で、これは決して私たちだけがご提供しているサービスではなくて、まあ、先ほど申し上げたような NRI さんとか信託銀行とかそういうところでも提供されているサービスですので、自分たちの事業スキームであるとか事業計画に対してどういった業者が最適なのかというのも、こちらのですね、情報を収集したり、いろんなところから見積もりを取ってですね、利用されるのがいいんじゃないかなというふうに思っています。なので、ここでもですね、やっぱり第一の矢羽の情報収集と事業スキームの設計というのは非常に重要になってくるんです。で、最後、もう一つですね、こちらはまだ日本においては提供が始まっていないサービスで、私たち日本資産運用基盤グループでも子会社をこの6月末に新設して、今サービス提供開始の準備をしているところなんですけれども、ファンドマネジメントカンパニー、日本版のファンドマネジメントカンパニーというサービスを日本において来年の春ぐらいから提供を開始しようとしています。で、これは何かというとですね、先ほどの投資信託のアドミニストレーション支援サービスというのも、各社、私たちもそうですし、今複数の会社が資産運用会社さんにご提供をしています。ただ、とはいえ、自分たちの投資信託を、自分たちが投資信託委託業者として設定して運用していろんな投資家さんに提供しようとすると、投資信託委託業のライセンスを取得して、とはいえやっぱり自分たちでシステムとか人員をある意味抱え込んでですね、費用を負担しなきゃいけないので非常に重たいんですね。かといって、今日ここにいらっしゃるほとんどの皆様はですね、自分はやっぱり投資運用に自信があるので、この投資運用の付加価値をサービス、商品化したいというフロントの方が多いだと思うんですね。自分はコンプライアンスが自信があるから運用会社を立ち上げたいとか、事務に自信があるから資産運用会社立ち上げたいという方はやっぱ少ないと思うんですね。そうすると、この左側の図で表現させていただいているのは何かというと、まあ、資産運用会社が提供する様々な機能、付加価値を、まあ、6つに分解したものなんですけれども、ほとんどのファンドマネージャーとか、ここに参加されている方は、下の2つですね。投資判断と、ポートフォリオマネジメントを含む、まあ、アセットマネジメントの機能のところだけ集中したいと。それ以外の、ファンドマネジメント、アセットマネジメントとファンドマネジメント違いますので、ファンドマネジメントというのは、投資信託の事務管理ですね。とか、アドミニストレーション。そういった機能は、やりたくないんだけども、投資信託委託業を自ら取ると、そういうところもやらざるを得ないという、非常に重たいものがあるんですね。なので私たちは今回立ち上げている日本版のファンドマネジメントカンパニーというのは何かというと、私たちがプレーンな投資信託を資産運用会社の皆様と連携して設定させていただく。で、このファンド投資信託自体の設定運用は私たちが日本資産運用基盤の子会社がさせていただいて、この実際のポートフォリオマネジメント、アセットマネジメントの部分だけ外部の連携先の投資助言業者、もしくは投資運用会社に委託をして、アセットマネジメントだけしてくださいねということを考えています。そうすると、今お聞きの皆さんにおいては、おそらく皆さん資産運用、ポートフォリオマネジメントに集中したいとなると、こういった弊社の子会社のような機能を使っていただくと、我々ももちろん審査をさせていただきますけれども、ファンドのマネジメントは我々が集中して、投資委託会社として我々が設定しますので、皆さんのところでは投資助言、もしくは投資運用業の
登録だけしていただければ、うちの機能と連携して、自らの投資信託を設定、運用することができるということになります。で、こちらについてはですね、ちょっと今日は時間が限られておりますので、来年1月30日に予定をされております、まあ、第4回の独立開業道場のセミナーでですね、時間をとってこのあたり、ご説明をさせていただきたいと思いますけれども、まあ、こういった機能も徐々に日本でも出てきておりますので、そういうところのですね、機能、外部の機能を活用すると、まあ、投資信託の設定と運用においても、実は投資信託委託業のライセンスを取らなくてもできるということになります。なので、今、いろんなスキームが出てきておりますのでですね、ぜひ、先ほど私が今回申し上げたかったのは、この5つの山根のうち、実は3つ目のライセンスの登録というのは、皆様が重要し、もちろん大変ですし、ハードルはあるのは事実ですけども、資産運用ビジネスの成長というところで言うと、より大事なのはですね、この両側の赤点線のところであるということ、そしてその発射台、土台となるのは何かというと、一番最初の情報収集、事業資金、事業計画の策定のところです、ということですので、ぜひですね、この独立開業道場のセミナーをお聞きの皆様はですね、個別の相談会にもご参加いただいて、一般的な投資運用業とか、投資助言代理業のライセンスのところは、その先生のご説明ですごく分かったと。ただ、その中でも、自分の会社、自分のチーム、自分の考えているサービスにおいては、どんなスキームとか、どんなライセンスが必要なのかというのは、個別にご相談いただいたり、情報収集されることをお勧めしたいと思います。で、その中では、弊社日本資産運用基盤もですね、今、様々な資産運用会社さんの立ち上げ、運営のお手伝いをしておりますし、投資信託のアドミニストレーションであるとか、先ほど申し上げたファンドマネジメントカンパニーの機能の提供であるとか、そういったソリューションをご用意してますので、何なりとご相談をいただければな、というふうに思っています。はい、ということで、一番最初申し上げた通り、資産運用会社の創業から事業拡大までの諸課題ということで、一番最初にお伝えしたかったことは、しっかりとその事業スキームの設計をしましょうということなんですけれども、非常に私自身もですね、過去に経験がありますけれども、苦しい、多くの困難がある道のりですけれども、実際に自分たちの資産運用サービスを直接お客様に届けることができるというのは非常にエキサイティングなことですので、ぜひ具体的なご検討を進めていただければなと思いますし、東京都をはじめ私たちもそれを全力でサポートしていきたいなというふうに思っております。はい、皆様ご清聴いただきましてありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。小原様ありがとうございました。以上をもちまして全ての講演が終了となります。東京独立開業道場は全4回の開催を今後予定しております。第2回目以降も異なる内容の講演をお送りしておりますので、触れてご参加ください。なお、3回目、4回目の開催はオンライン、オフライン、併用のハイブリッド形式を予定しております。この3回目、4回目に関しましては、オンライン会場でですね、オフライン会場で、講演後にご登壇者の皆様と参加者の皆様が直接お話ができる歓談の時間も設けておりますので、ぜひご参加いただきますようお願いいたします。また独立開業を真剣に検討されている方に向けた個別相談会も予定しております。こちら本日のセミナー受講後のアンケートに個別相談会の希望を生む、もし希望の方は必要事項をこちらご記入ください。また次回以降のセミナーでも個別相談会への申し込みは可能となっております。次回セミナーの申し込み時、もしくは次回セミナー受講後のアンケートにてこちらを申し込みください。個別相談会は席数に限りがございますので、申し込みをされても必ずご案内させていただけないという場合もございますので、そちらあらかじめご了承ください。以上をもちまして、本日のセミナーは終了となります。退出される方は現在投影の QR コードもしくは後ほどお送りします PTEX 経由でのメッセージ記載の URL からアンケートにご協力ください。お時間のある方は、これからですね、19時半過ぎから20時過ぎまでの間ブレイクアウトルームへの出入りが可能となっております。ブレイクアウトルームには事務局も参加しておりますので、ご質問の際には手を挙げる機能をご利用いただき事務局からの指名をお待ちください。また、Zoom のチャットの機能でも質問を受け付けておりますので、こちらに記入いただき次第、事務局より読み上げさせていただきます。
こちらですね、今、登園の画面の通りですね、ご希望のルームにご参加いただければと思います。なお、時間内のルームの移動は自由となっておりますので、時間の許す限り、こちらご利用ください。それでは以上となります。もし、移動が難しい場合ですね、こちらに残っていただければ、私の方からご希望の部屋に移動させていただくことも可能ですので、こちらよろしくお願いいたします。